資料上の門の構想図、ジャン・ジャック・ルクは、フランス革命期の建築家。実作はほとんど知られていないが、数多くの図面を残した、ルーアンに生まれ、パリへ行くための奨学金を手に入れ、1779年、パンテオンの設計で知られる、ジャック・ジェルマン・スフロに、弟子入りをした。スフロはすでに高齢、病身であったが、スフロの紹介で、アカデミーに入学し、また、 スフロの甥いとともにアトリエで働いた。その後、イタリア旅行に行ったり、いくつかの建築に携わり、順調に建築家の道を歩いた。フランス革命後、ルクーは全財産を失い、設計の機会もなくなった。地籍調査局で働き、ついで内務省で地図の作成にあたり、退職後は恩給生活に入った。晩年の作品として、1814年の 王立劇場計画案が残っている。エミール・カウフマンの三人の革命的建築家ぶれ、ルドゥー、ルクルによって20世紀の近代建築の先駆的な存在として評価されるようになった。ありがとうございます。